テオドリック、ゴート語、454年から526年8月30日、あるいはティーデリック、テオドリクス、テオドリコは、東ローマ帝国の軍人及び政治家。しばしば、テオドリック大王と呼ばれる。現在のイタリア全域と、その北東部周辺を領地とする、東ゴート王国を建国した。454年に、東ゴート族の王子ティウディミルの子として生まれ、10歳から18歳までを東ローマ帝国のコンスタンティノポリスの宮廷で人質として過ごした。父、ティウディミルが東ゴート王位に就いた470年からマケドニアのテッサロニキを占領した後に死亡する475年までの間に王位を継承したものと考えられている。王位を継承してしばらくは、東ゴート族の主導権をめぐって、ローマ軍の長官テオドリック・ストラボと争い、東ローマ皇帝ゼノンとの政治的な駆け引きを繰り返したが、481年にテオドリック・ストラボが急死し、484年までにはテオドリックが東ゴート族の単独の指導者となった。彼は東ローマ帝国よりパトリキウス、貴族の地位を授与され、483年には、東ローマ帝国の軍司令官、484年には東ローマ帝国の執政官にも任命された。彼の東ゴート王国創設は東ローマ帝国からイタリア長官に任命されていたパトリキウスのオドアケルがゼノンと政治的に対立したことに橋を発する。ゼノンはテオドリックにイタリア遠征とイタリア本土を皇帝代理として支配させることを確約したので、488年にもエシアを立ち、489年、ルブラナ平原のイゾンツォ川でオドアケルの軍を破ると、イゾンツォの戦い、ベローナ、ミラノを占領、ベローナの戦い、西ゴートの援軍を得て、ラベンナを包囲したラベンナ包囲戦。493年、テオドリックは和平交渉によりラベンナ入城を果たし、降伏したオドアケルを和平の終焉の席で暗殺した。彼は東ローマ皇帝アナスタシウス一世よりイタリアの総督及び道長官に任命でイタリアの統治を委任された。また彼は自らイタリア王の称号を名乗り、その称号も497年にアナスタシウス一世より公認され、これによってイタリアに東ゴート王国が誕生した。ただし東ゴート王国は帝国の軍隊駐屯法に従って認められた、帝国内での一領地という位置づけであり、その領土も住民も依然として、ローマ帝国のものとされた。また、ゴート人がつくことができる公職は軍官に限られ、民政は引き続き西ローマ帝国政府の担当とされ、立法権は東ローマ皇帝が保持していた。イタリアの統治を開始したテオドリックは、隣国との調停を図るため、フランク王国の王、クロービスの妹、アウドフレダを妻に迎え、娘を西ゴート王国のアラリック2世に、妹をバンダル王、トラスムンドに嫁がせた。彼を、そして東ゴート王国を最も悩ませたのは、宗教問題と後継者問題であった。テオドリックとゴート族の多くはアリウス派であったが、カトリック教徒であった皇帝ユスティヌス1世、ローマ大全を編纂させた。ユスティニアヌス大帝の叔父にして、先代皇帝はこれを迫害し、東ローマとの関係は次第に悪化した。また、当時としては、テオドリック自身は長寿であったが、後継者となる男子に恵まれないまま526年に死去した。東ゴート王国にとっては、これが致命的となった。孫、アタラリック、テオドリックの三女で、アタラリックの母アマラスンタの治世中は、東ローマ帝国との関係も良好であったが、アマラスンタとテオドリックの老いテオダ派との対立といった内部抗争アマラスンタ暗殺後の東ローマ帝国との約20年にわたる泥沼の死闘、ゴート戦争を繰り広げた末に敗れ、滅亡することになる。王国滅亡後も553年春から554年秋にかけての反乱、東ゴート族と同を結んだブティリヌスと、レウタリス、フランク王テウデベルト一世の弟が率いたアラマンニ族とフランク族の侵攻、555年に最後の東ゴート部隊がコンプサで降伏する多くの兵士たちがフラク王国に亡命といったように東ローマ帝国支配下での反乱は続いたが561年ないし562年に北イタリアにて反抗勢力を率いていた東ゴート貴族ウィディンが捕らえられて最後の反乱が鎮圧され後東ゴート族は歴史の表舞台から姿を消した。テオドリックの死から35、6年後のことだった。霊廟は現在でもラベンナで見ることができる。中世ドイツの叙事詩、ヒルデブラントの歌、ニーベルンゲンの歌などに登場する人物、ディートリヒ・フォンベルンは幾分伝説化されているものの、テオドリックがモデルである。なお、このベルンとは現在のスイスの都市ベルンではなく、イタリアの都市ベローナのことである。ブリタニカ百科事典、1911年によれば、ディートリヒの伝説は、様々な点で、テオドリックの生涯と異なっている。これは、ディートリヒの伝説が、元来は、テオドリックとは別のものであったことを示唆している。と記述している。ディートリヒ伝説の時代考証については、誤りが多く、例えば、エルマナリク、376年没やアッティラ、453年が、テオドリック、526年没と、同時代の人間だということになっている。ディートリヒの物語はいくつか現存しており、これらのものは交渉で伝えられてきたと考えられる。ディートリヒが登場する最古の物語は、ヒルデブラントの歌とニーベルンゲンの歌で、が、いずれにおいてもディートリヒは主要な人物としては描かれていない。ディートリヒの伝説で最古のものである、ヒルデブラントの歌は820年頃に記録されている。作中、ハデブラントは、父親のヒルデブラントが、オドアケルの手から逃れるため、ディートリヒと共に東方に向かったことを語っている。このように、ディートリヒ自体は、ヒルデブラントの物語では、背景的に名前が出てくる程度ではあるが、この時代の聞き手がディートリヒについて十分な知識を持っていたことがわかる。そして作中ではディートリヒ、テオドリックの宿敵が史実通りオドアケルになっているが、後の伝説ではオドアケルの演じる役柄がエルマナリクにとって変えられている。なお、史実ではテオドリックがオドアケルに追放されたなどという事実はない。ニーベルンゲンの歌において、ディートリヒは、紛族の王、エッツェル、アッティラの宮廷で、亡命生活を送るという設定になっている。作中、ディートリヒは、ブルグント族との戦争においてエッツェル側として参加するが、ヒルデブラントを除く家臣をことごとく戦死させてしまっている。最終的には、ブルグントの戦士、ハゲネとギュンターを一騎打ちで打ち破り、捕虜にすることで戦争を終わらせる活躍をした。スカンディナビアのサガは、ディートリヒの帰還を扱っている。最も有名なものは、13世紀に、アイスランド人かあるいは、ノルウェー人の作者がノルウェー語で編集した、シズレクのサガである。ここでは本来は、ディートリヒと無関係であったニーベルングやベルンドの伝説を取り入れている。その他、レーク石碑に彫られた碑文や、古、エッタにも登場している。後世、ハインツ・リッター=シャウムブルクは、シズレクのサガの内容のうち、地形上の記述についてそれが正確であるかを検証した。その上で、ディートリヒの伝説の起源は、ゴート族の王、テオドリックではありえないという結論を出した。その上で、リッター=シャウムブルクは、叙事詩の英雄は、同時代に存在した同盟の都族であり、それが、スウェーデンで、ディートリックとされたのであると主張している。さらに、リッター=シャウムブルクは、ベルンについても、ドイツのボンを意味しており、ディートリヒは、ボンを統治していた、フランク族の小規模な王族だったと主張している。もっとも、この説は、多くの学者から反対されている。13世紀に書かれた、ベルンの書、ブーフ・フォンベルンによれば、ディートリヒは、紛族の力を借りて、王位を取り戻そうとしたことが書かれている。氏名不詳の妾との間に次女がいる。493年にフランク王国の王、クロービスの妹アウドフレダと結婚し、カズメを設けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。